今回はアニメ逃げ上手の赤君第2話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。逃げ若来たー。始まった。タイトルロゴがドーン。アバンなしオープニングが基本なのかな。可愛いよ若様。ここ好き。オープニングが動きすぎですね。さすが人気作だ。亡くなったキヨコがいる。みんな死んじゃったのん。キヨコも兄上もショックだわ。怪しすぎる笑顔あら。これのためだけにフォント作ったんだっけ。いやーランセランセ。足利さんイケメンやね。キャラの方が字の上に重なるのってなんか珍しい気もする。若も偉人だからフェイとコラボいけるやん。おで、この娘、好き。かわいい。場面チョイスに恣意的なものを感じる。オープニングの泊まりカットがちょいちょい鎌倉殿でも見た場所でいろいろ来るものがあるな。今季ベストアニメ。クロアは信用できる。この子生きてたんだ。心がキュッとなる。優しいおじさん。テロップが仁義なき戦い。優しいおじさん来ちゃった。胸しげー。我が命に変えてもお守りいたします。おじ上、毒図おじさん。秒で裏切る。やはり裏切りやがった。悪い顔してる、と思ったらやっぱり。人は自己保身のためには鬼にもなります。作画がすげー。過酷だな。まだ8歳なんだっけ。辛いな。悪夢の中の悪夢わらわら。なんだその顔はわらわら。夢に出てきそうな中村。うなされている。明るいな。日本の夜明けかな。夢から覚めても悪夢じゃねえか。その後光物理的に出てるの。顔がうるさい。五光がえぐいわら。だから心力まぶしすぎるんよ。オンオフかなの。実に愛らしいお寝顔。食べちゃいたいくらい格好性的な意味で。変態しかねえわらわら。秘書わらわら。この変態のおじさん目。ここハンターハンターで見た。キルアわらわら。未来では寝起きドッキリわら。しずくちゃんのてってれいかわいい。ドッキリ大成功のプラカードが鎌倉時代にあってたまるか。寝起きドッキリ、メタすぎる。小次郎と綾子がいないな。丸に一匹、新田家の家紋だな。監視が厳重。あらかわいい。時行様お川は。優しかった足利尊氏。鎌倉ベイブレード。スゴロクなんてやってる場合か。桃鉄かよわら。桃鉄やん。時行様、出て行っちゃった。一人で鎌倉の街中に戻る気か。家屋が全焼してる。墨塗りの中でカラー塗りのキャラ出てくるのがまたすごい。わわわ。人が来た。滅びた鎌倉の街が本譜の背景になってたのは悲劇的すぎて現実を受け入れられない時行の心象風景みたいでいい演出だった。あ、タイミング悪く嫌な知らせを。お兄ちゃん、処刑されてしまったのか。国時様。背景に対するこだわりを感じる。嘘だ、が出るアニメは名作。危ねえ助かった。すわナイス。時行キュンなら逃げられるけど、今は我慢時だからね。実のおじが密告したという。五大院。この顔である。国時様お痛ましい。決戦投了。嫌な M1 が始まった。おい最後のわら。知名度トップが織田信長。知名度はしゃあないわら。一票だけ違うの入れたの松本ポジか。親の七光で出世しておきながら実の上で主君の子で9歳の幼子を病で敵に撃った男わら。裏切って主君の子を売る。五大院宗茂とかいう作法なんか知らん野蛮人がそこら辺にいた鎌倉時代において鬼畜武将として名を残すというある意味すごいやつ。ゴーンと方向が重要とされてた時代に理由なく裏切るというのは当時でも NG なのです。兄上がボコボコに。初太の無修正斬首。首ちょんぱされちゃった。描写容赦なさすぎる。現代で子供の斬首シーンって放送しても大丈夫なんだ。初太の斬首シーンを網折りで追加する逃げ若アニメ。やばい。一族の数少ない生き残りで主人公の兄であろうが身内の裏切りであっさり命を落とす。それが世紀末も真っ青な鎌倉時代です。ゲロイン格好男の娘。初太のウートと死んだめ。成績アニメだな。初太の絶望顔の作画がいいアニメは名作。そしてこの顔である。シリアスブレイカー。テンションおかしいだろわら。使えるべき主君が泣いていても空気を読まない男。五大院が座る未来。絵が適当すぎる。雑。矢印アホってあるぞ。未来の見え方こんななのか。かっこ笑い。かわいい。裏切りと続滅の繰り返しだった鎌倉幕府の最後の北条がその標的になったわけで、それを時行に背負わせるのはあんまりだよ。うわ急にイケメンになるな。よりしげさん、うさんくささこの上ないけど作中屈指の聖人、なんだよな。鬼ごっこで勝つとはどういうことか。
兄上様の敵討ち。速攻リベンジだ。キャラクターの配色が鮮やかだから燃え尽きた街並みの風景が水墨画のように描かれるとメリハリすごくて見ていて面白い。この裏切り者。このクズ。妹も殺したの？裏切りクソおじ、めっちゃ汚らしい野郎だな。承認欲求の化け物め。サイコロ積み上げる描写すこ。エッチだ。どこ？雫さんの持ってる枝欲しい。冠みたいなのはみ出てるの笑う。鬼ごっこ必勝法その1、敵のことを知ること。欲深き鬼畜、悪霊に取り憑かれてるみたいだ。は、突然の桃鉄。ここで小次郎と綾子登場か。貧乏神わらわら、ボンビーわらわら、やはり桃鉄わらわら。だいぶ未来のスゴロクですな。わらわら、桃鉄の原点ここでしたか。未来を見たのでルールはバッチリ再現。未来とかメタ発言がしれっと入るのが面白すぎる。ここでキャラ紹介。初期配下でございます。綾子さん、可愛いですね。可愛い子登場したけど若君には勝てないんだろうな。真田十勇士に近い感じだ。可愛かった、持ち運びしたい。わかるわ、持ち運び。ここの綾子は PV の時のセリフだね。焼け野原になった鎌倉や山奥の水彩画チックな背景画がすごいと思った。小次郎くん、よき。守らねば。小次くんの、ああ、よかった。雫さん可愛い。雫さんの横顔も良い。その格好でよく木の上に登れるな。来ます。気配察知。鬼が来たぞ。またまたすごいアニメーションしてる。線がめちゃ荒い作画の迫力いいな。迫真の作画。競争する五代院宗茂の作画が映画クレヨンしんちゃんにあってくさ。美しい。またそういう成績を破壊しそうなよ。このアニメ、ショタの顔が可愛すぎる。なんとうまそうなかっこいいミシン。ショタ狂いしかいないなこのアニメ。おじ上も目覚めてしまったか。五代院、こいつはカスだからどれだけ気持ち悪くしても誰も文句言わねえ。本当に気持ち悪くされててくさ。さすがに強い。あやこさんの太もも。背後からの奇襲を防ぐか。このおじ強いのか。それなりに腕はあるんだな。やっぱなかなかのやり手なんだ。ゲスだけどかっこいい。しっかり実力もある鬼畜。おじ上、シトロハイムか。強いってレベルじゃねえぞ。その力でおいっ子を守らんかい。鎌倉大の太刀だ。南北朝鬼ごっこ開始。南北朝鬼ごっこのテロップが出るの。敵がわかりやすい。南北朝鬼ごっこはアニメだとこういう演出になるのね。最初の敵にはふさわしいクズが相手。時々、顔がドリフターズに。シトロハイムバリの開演。良くも悪くも味付けが濃すぎるな。この時代の武士に弱い奴はおらんわな。伊達に戦場出てないな。小次郎くん。まあ普通に考えて、子供じゃ大人には勝てないよね。土煙の陰で前髪を角のように見せるとは。やべえ、戦闘シーンがありがたい。原作を単純にバージョンアップしてる感がすごい。綾子さんの足に目が行く。巫女服から伸びる生足が実に良い。改めて見ると、綾子の攻撃普通にいなしてるの。五代院普通に強いんだよな。CG と作画の使い分けが上手いな。激しすぎる。大人と子供だからパワーが段違いすぎる。なんという化け物ぶり。素早く状況に適応できるのが長所。生きるためなら主君の子すら売れるほどに。そんなこと誇るなわら。幕府は足利に滅ぼされ、時代は乱世となった。いやー乱世乱世。初太を躊躇なく殴るのはクズの中のクズすぎる。殴られるシーンマジで辛いわ。これはひどい。あんな殴らなくてよくない？裏返ったスゴロクの盤面に、瞬時に適応できたものしか生き残れない。おいたわしや兄上。五代院宗茂、身内だろうが裏切る、子供だろうが暴力を振る、演技が上手い、無駄に強い、そや味方にしたくないわ。所詮この世は弱肉強食。そしてこの顔であるかっこ笑い。この状況で二人に引けと言われたら見捨てるのか？ってなるわわら。乱世に適応する力があるのはどちらなのか。よく見とけよ。いい顔してる。かわいい。メスの顔やめてわら。呉服絶当性。いいぞ時行様。避けまくり。これぞ逃げ上手。逃げの才能ってそういうこと。でもこれで攻撃に転じられるか？若様エッチな顔するな。しかもどこか楽しんでるような。なかなかのマゾショタやね。アニメになると若様の変態さが一層際立つな。若が一番やべえやつだったか。相変わらず戦闘速度はよく動いてるな。よきかなよきかな。逃げ上手のアニメ表現かっけえ。窮地に立たされし時、命の危機にある時、人は恐怖し、思うように動けなくなる。
しかし、時行は窮地と命の危機を楽しんでいる。それこそが、頼重の見た乱世に適応する力。エフェクトがルロケンの天翔竜のひらめきみたいだった。守りたい、この笑顔。戦場で性格が変わるやつ。なんだか楽しくなってきちゃった。命のやりとりに喜んで逃げる怪物。逃げ上手な上司もありだな。いい笑顔。普通に友達になりたい。宗茂を鬼になぞらえたり、戦闘シーンの色彩や演出がやはり芸術的だったりでとても好きだ。だけど攻撃はお察しわらわら。独特の作画だらけで見応えがありました。さすが人気作。髪が傷んでいるな。トリートメントはしているか。若様にささやかれたいぞ。一生逃げながら命を狙われ続けられたら、どんな豪傑もいずれは死に追いつかれてしまう。若の方へ押し込む。反撃開始。蹴りだー。見え、思いっきり玉蹴ってやれ。若の走り作画が気持ちいい。早い。忍者みたいだ。月が出ているな。いい夜だ。飛天御剣流、竜追戦。フィニッシュムーブお見事。まみった。宗茂の首、打ち取ったり。最初の鬼ごっこ勝利。そして兄と同じ最後。首がよく飛ぶアニメよ。鎌倉殿以来で鎌倉殿以上の乱世だから容赦なくやってくな、このアニメ。最後に見れたのが若様の美しいお姿でよかったね。せめてしでの旅路の手土産に。国時格好時の生首とかいらんわ。おお、手まりと首がつながった。ここで1話と逆にまりとつながるのいいね。切り落ちた勢いで跳ねる首をまりで表現するのなかなかすごいよね。急に生前風景に戻されると切ない。あの頃に戻して。まだ平和だった鎌倉が涙を誘うな。兄上のご冥福をお祈りします。時行と兄上の笑ったお顔が最後に見れてよかった。2話もあっという間に終わっちゃった。本当に面白い作品。2話よかった。アニプレックスの本気を感じた。円盤予約したぜ。五大院宗茂の声優さん、ジョジョのシトロハイムの人だった。五大院、どこかで聞いた覚えがあると思ったら丸岡さんか。まだ2話なのに満足度がえぐい。作画も演出もエロショタも全部びきっくるめて、あまりにも映像が強すぎるよこのアニメ。DJ 高氏やっぱ面白いわらわら。本当よく動くし、あだ討ちの流れも綺麗ですね。新キャラを自然と受け入れられる作りで、そこにメタ的なギャグを入れたりと、ここまで恵まれた制作陣に出会えた作品もなかなか、歴史もの好きなだけにめちゃくちゃ嬉しいね。五大院、エンディングではノリのいい仲間枠みたいな顔つきしてるのに。しかしここまで強敵として描かれた上に太平記より明らかに華々しい死に様になったんだから、五大院宗茂も面目役所だろう。史実だとこの氏上は餓死したとある。逃げ若のオープニングとエンディングとても好きなんだけど、本編見た後だと特にエンディングでお前そのポジションなのって驚く。かっこ今日の五大院とか歌い出したりバス運転してるし。でも鬼畜野郎でろくでなし感あるけど、戦闘ではガチで強いっての好きだったな。エンディングで劇中ですでに死んだ人も敵も味方も全員揃って仲良く酒飲んだりではしゃいでるの。史実では敵味方で殺したり殺されたりの間柄でも、視聴者にとっては全員同じ歴史上の登場人物なのだという平等な優しさがあって、良い。この作品、ちょっとすごくない？気持ちの浮き沈みがすごくて見入ります。人海のごとく焦げた斬死された兄の描写、挟まれるコミカルな演出。流れる戦闘作画が圧倒的。エンディングの学パロで平和な時行様と兄上の話が見たいぞ。この作品をここまで最高のクオリティでアニメ化してくれるの嬉しさしかないな。新キャラやより重の素性が今後明かされると思うと楽しみ。マッチでめっちゃ楽しすぎてやばい。原作読んでる時も感じたけど、歴史ものの重厚さと凄惨さの上で軽やかな少年漫画のバトルがこうも成り立っちゃうの不思議でならない。全体的に作画が強いが、しずくさんの顔が良くて満たされてしまったな。あと、頼重殿より控えめではあるけど、しずくさんもちょいちょいギャグ要因になるのが良かった。平家物語が頑張って椿でごまかしてた生首描写なんて野蛮だ、鎌倉武士は気にしないぜと言わんばかりのロックな姿勢にしびれる。変な方向で日本史の勉強になるなぁ。若が裏切りを知って向き合って成長できた良い回でした。次回も楽しみ。はい、というわけで逃げ上手の赤君第2話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。もし興味があれば他の動画も見てみてください。